こんにちは、しょうです。今回はね、またまたひろゆきさんのね DT03 なんですけど、以前懐疑的とか言っちゃったねフロントのね、ガルアームをちょっとね検証してみようということで、またまた登場してもらいました。もうね、何回も紹介してますけど、前後ともに純正加工のガルアームということでね、そんなに大きな角度はついてないかなとは思うんですけども、今回はね検証のために DT0203 のね純正フロントサスアーム用意しました。これをねコースで取り替えしながら、テストしてみようと思うんですけども、この形状だとね、ストロークはストレートの方がありそうだし、重心はガルアームの方が低そうだしみたいな、なんかちょっと何とも言えないね、こう当てがってみても結構微妙な差かなと思うんですけど、これがね私が本当に違いを感じることができるのかっていう問題もありますけども、まあね、またねこれ細かく見ていくとね、まだまだいろんなね秘密がこのマシンには隠されてるんですけども、その辺はねまたおいおいちょっと、検証してみようかなと思ってます。ということでね、先ほども言ったように現地でねサスアームを交換しながら今回テストを行ってみます。さっき言ったようなね微妙な差がどんな差となってね感じることができるのか、コースにね行ってきます。はい、それではねコースやってきました。まずはねガルアームからの走行ですね、行ってみたいと思います。タイヤはね、またまたひろゆきさんからお借りしているフロントホールショット、リアはブロッケードですね。これで走行させてみたいと思います。路面の方はねほぼ完全なドライ状態ですね、いつものように部分的に散水はしてますけど、まあ、見ての通り、カラカラの状態ですね。そんな中なんですけど、やっぱり相変わらずのね安定感なんですよね。まあ、基本アンダーっぽいんで、私がね操作を失敗しちゃうと、アンダーで飛び出しちゃうってことがねちょっとだけあるんですけど、まあそれでもね本当大きな挙動の乱れはないなって感じでね、それではねフロントのサスアーム交換を行ってみます。はい、サスアームをねこの純正のストレートのものに交換しました。ただしね、アライメントはほとんどこれ触ってないんですね。ネガティブキャンバー大きめの、まあ、塔はアウト気味、車高は高めってことでね、まあ、とりあえずその何が感じられるのかね、この状態でね、一旦走らせてみようと思います。これね結構違うんですね。驚くことにね私でもすぐに分かるぐらい違いますね。何が違うのかっていうと、もう私のイメージなんですけどね、フロントがねパキパキ動いてるような感じがするんですよね。まあ、言い方を変えると私のマシンに若干近づいたかなみたいなね、車としては退化したのかみたいな感じなんですけど、本当ね、ガルアームの方がもっさりしてる印象ですね。まあもっさりっていうのが正しいのか分かんないけど、安定してるっていうのかね。ただやっぱりさすがにちょっとアライメントはね調整してやった方が良さそうなんでね、調整を行います。ということでね、アライメントを調整して、これ翌日なんですけども、キャンバーと塔車高ね、まあ、私の見た目ですけどもこんなもんかっていうところにね、
調整を行ってみましたので、改めて走行させてみます。路面の状態はね、前日とほぼ変わってないですね。少しだけ小雨が降ってるんで、まあ、若干湿気を帯びてるのかもしれないですけどね。これがね、若干パキパキ感が薄れたかなっていう感じなんですけど、まあ、それでもね、ガルアームと比べるとやっぱり基本的には一番最初にね感じたように、フロントがねやっぱりなんかパキパキしてるなパキパキで通じるのかわかんないけど、なんか私の感じではねそんな感じなんですよね。でやっぱ ガルアームのグリップがいいのかなとかね思っちゃったりとか、まあということは追従性がそっちの方がいいのかなとかね、いろんなことを考えながらは走らしてるんですけども、まあね、この状態でも私のマシンよりはねはるかに運転しやすいんですけどねそれはまた別の問題なんで、この辺なんかはね本当明らかに違うんですよね。ガルアームが一番あの辺走らせやすいということでね、動画上でこれ分かるかは本当微妙なんですけど、ガルアームとねストレートの比較動画です。テロップにもね書いた通り競争じゃないんですけど、これ実際私はね操縦したんで、動画上でもねガルアームの方がマイルドだなっていう印象なんですけど、どうでしたかね。今回のねテストで私のマシンの方向性もなんとなくこれ見えてきたような気がするんですけども、もちろんねガルアーム導入してみたいなというふうに思います。あとはねダンパーのストロークをちょっとまあなんとか確保させてやって、スプリングをねうまいこと合わせられればそこそこいけるんじゃないかなと思うんですけどね。ほんとかなり化けるとまでは言いませんけど、安定志向に変わっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。ただまあガルアーム作るのは難しくないんですけど、ストロークアップの方がね、どうしようかな。でカーボンの加工はねできるだけやりたくないな、まあ、めんどくさいっていうのがあるんですけど、やりたくないなというのもあるんですけどね、まあ、天気もあんまり良くないんでね、ちょっとじっくりね考えながら、まあ、私にとって最良の方法でね、カスタムに取り組んでみようかなと思っています。ということで走行後なんですけどね、これほんとね見ての通りで、ひろゆきさんほんとすいません、めちゃくちゃ汚しちゃったんですけどね、申し訳ないです。これなんでかっていうとね、ドライな路面なんですけど、草がねかなり水分を帯びてた状態で、土ぼこりがねそれと混ざって泥状になっちゃったんですけど、もちろんねきっちりメンテを行ってお返ししますんで、ご安心ください。でね、このマシン借りて本当いろいろねたくさん勉強することがあってね、よかったなと思います。本当ひろゆきさんありがとうございました。ということでね、今回はここまでです。この動画がね面白いなと思ったら、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。